新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木貴一郎作家ラジオ <laughs>、ええ、今日のテーマはなぜネタがれが起こるのか今日はフリートークです、ええ、今日のテーマは ねえ、ポッドキャストのネタが思いつかないので、今日、今日はそのネタでいきます。まあ、あの、こう、こうして何ヶ月か続けてポッドキャストやってますが、この、ポッドキャストと小説と結構共通するところって多いよねっていう。まあ、そう思うのでね。え、まあ、そうそうそう。あのね、どこが、 共通するかっていうとうポッドキャストってこう聞いてる人の聴取者の反応がないまあもしくはタイムラグがあるっていうまあそういうところがすごく小説と似てるかな小説の場合だと書き上げてんで書店の店頭に並んで,でレビューが上がることもあるんだけどその レビューっていうのは、まあ、読書メーターだとかアマゾンのレビューだとかっていう、まあ、そういうことの,その反応の有無多い少ないっていうのと実売って実はあまり関係ないんですよ。で、ね、実売の部数とレビューってあんまり比例してないよねっていうのが正直な実感です。 ん <laughs> でまああのー、こううん、あのー、そ,そういうところがこうなんかこう闇夜の中にええー、こう真っ暗闇のところに「おいおい」って声をかけ、あのー、呼びかけてるようなそういうなんか頼りなさっていうのはあ小説は昔そう思ってました。 まあ今はまあこんなもんだろうっていう,うんふうに思ってますけどね。で、ええー <coughs>、あの、ポッドキャストは、あのそう、ポッドキャストをこうやってやって、今や,あのやってみいる時に、その小説を書き始めて、それこそ最初の十年ぐらい前ぐらいの間、最初の十年ぐらいはさ、 その手応えっていうものはやっぱりよくわかんないんだよね。んで、まあ自分がかけたかどうかっていうのと、まあ実売ってね、必ずしも比例はしないので、ええー、まあ手探りでやってる。まあ、その時のことをやっぱりこう思い出します。んで、まあそこでこの、まあ今回のその、ポッドキャストのネタがれの話だよ。<laughs> 話すことないよなっていうふうに今日思って、えっとなんで話すことってないんだろうって思うわけよ。<laughs> そんなネタがれ起こすようなこと、なぜネタがれって起きるんだろうっていうことをやっぱ考え直すんだよね。で、YouTube でライブをやってた時 YouTube ライブをやってた時っていうのは、そのネタがれした 記憶がないんっていうかさ、まあ YouTube のライブをやってた頃はさ、もうそもそも何も考えずに、まあとりあえずやっとこうかっていう仮の台だけ作ってダラダラ喋るっていうことをやってました。で、ダラダラ喋り、んで喋ってる間にチャットでそのいろんな反応があるので、まあその反応に対してチャットの なるほど言ってくることについて、まあ反応してくっていう、うん、だけです。で <coughs>、で、まあ話をするときに気をつけてたのは何せ僕しか喋ってないので、その空白の時間ができないように気をつけてはいました。ただそれ以外は本当に何も考えずにダラダラ喋っていたんですよ。んで、ただ、まあ、 ライブってなんでやめたかっていうと、あれね、予告に意外と手間かかるんですよ。いつから何時何分からい始めるっていう、まあそれに手間がかかるのと、で、その、その時間にいなきゃいけないっていう、そういう問題があるんですよ。で、拘束時間に関して言うと、<coughs> この <coughs>、どのぐらいこの拘束されるかっていうことに関して言うと、この、 収録型の、その、ラジオで毎日更新っていうのと大した拘束時間って違いはないんだけど、ただこの、もうん、ポッドキャストで音声配信っていうのはさ、拘束時間はまあ大して変わらなくても、その隙間時間にできるんだよ。うん。うん だからこう別にその時間にいなくても合間合間を見てちょちょっと原稿それっぽい原稿をざっと書いてんで原稿っていうか脚本ちゃちゃっと書いてでざっと,、えー、とこ,うこういう具合にテーマを決めて話をする場合にはダラダラではなくて一応下読みをしますで下読みをしてんで やっていくので、その、こう、割と原稿の、原稿を読んだり、資料を読んだり、その隙間隙間にできる。一応、ほら、収録用の道具っていうのは、金茶ブック袋一つに収まるので、え、IC レコーダーとストップウォッチと、喋るときにこう目印にするラバードックね、 あのお、ゴムのアヒューだよ。これね。えー、で、まあ、ああの、サウンドマシーンは、サウンドマシーンってこういうやつね。お、投げなとか。さあ、この、 とかこういういろんな音が出せるマシンに一応あるんだけどこれ持ち歩くにはちょっと大きいのとボタンがむき出しなのでえち,あのちょっと大きいのとボタンがむき出してさ突然鳴ったりするからさああ、うん、まあ外で出歩くまあ近で出歩くには持ちあのこのサウンドマシンでも持ち歩かないんだけど まあ基本、巾着袋一つに入,る入れられるのでだからこう、うん <coughs>、原稿だけちゃちゃっと作っておいてこう隙間があれば隙間時間にさ車乗ってる間にちょこっと、うん、ちょっとどっかの駐車場に止めてで話してそれでこう録音するとかそういうい収録するとかまあそういうこともできるんだよね。 でまあそれはさておきそのそうライブの時はさログスポ原稿を作らずにそのままダラ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 喋ってたんだけど喋ってたんだけどそのこうそれでもネタがれっていう経験はなかったです。でやっぱりんでだろうって思うんだけどその場でさテーマの取捨選択ってやってたんだよね。 と <coughs>、ね、え例えば小説のまあ例えばっていうか小説の書き方ネタで話をすることが多かったかなこうどうしてるとか <coughs> あの作業公表公設でこうやってますとかどうしたらいいんですかとかっていうような質問が出た時にその話って前やったよなとかもう何度も話その話してるよと思っても こうチャットで尋ね,尋ねられるとさ、あ、この話またしていいんだっていうふうに思うので、じゃあまたやっても OK って言って、まあまた同じ話をするんだよ。ええー。んで、こう、あの,あの、こういう収録でやる場合に、このテーマの主者選択に迷いがあるっていうのは確かだね。こう、 えー、僕的には、こう、このネタは前やったよね、とかっていうのと、の思うのと、まあ、ある程度の、その、ある程度質問があると大体一巡するよね。で <coughs>、基本的にその、初めて、 こういう小説のを書こうとしてるんだけど分かりませんとか、どこから手をつけてい,かいいか分かりませんっていう人の質問って基本みんな一緒だからさ、まあ。まあ、一巡りする。で、じゃあ、魚持って聞いてよ、こっちめんどくさいしとかっていうほどのことでもない。<laughs> そこまで大した話もしてないので、こう、あの本当に触りのところしかしてないので、 だから、まあ、ちゃんとした話が聞きたかったら、まあ、講座においでとか、ああまあ、本読んでねとかっていう。で、まあ、そのためのさ、雑談だしね。っていう、そのためのこ、あの、ラジオだしっていう、まあ、そういう部分もある。で、まあ、<coughs> で、一応、まあ、ラジオといっても、まあ、 これいろいろ試しにやってるので、で、まあ、受けなくてもいいやとかって思いながらやってます。このラジオはね。えー、そうは言っても、あの、映画の、映画のレビューだとか、本のレビューだとかすると、アクセスがガタッと落ちるっていうことはあります。 で、YouTube のアクセス解析、結構細かいところまで出ます。で、まあ、それを見ながら、アクセス解析を見ながら、この番組の構成ってやってんですよ。で、最初の頃はテーマ、あの、テーマソングとあの、オープニングテーマとかってやろうとしてたんだけど、こう、ボッドキャストの場合だと、こう、 最初の三十あのね、YouTube だと最初の30秒ぐらいはみんな我慢してき、見てくれるんだけど、ポッドキャストの場合だとそこまで我慢してくれない。本当に3秒、4秒ぐらいでポンと落ちるので、あ、これはダメだなと思ったので、もう、オープニングもこの <noise>、っていう、これだけにしました。ちなみにその、最初の頃はさ、この、 サウンドマシンのチャイムではなくて、機械的なっていう呼び鈴を使ってたんだけど、この呼び鈴さ、結構余韻が長いもんだからさ、結局、音の響きがこう適度に短くて、すぐに話題に入れる、このサウンドマシンのっていう効果をにしました。で、そういう構成を見ながらやってるので、んで、 こう一体どんなネタだったらウケるのかどんなネタだとお動きが鈍いかっていうのがこう出てくるんだ。でそこから見るとウケるネタつかみやすいネタっていうのはそんなに多くないよね。ポッドキャスーに関して言うとね。っていうことは思います。でウケないネタをそんなにやっていいのか。 これ受けないネタって大事なんだっていうことは頭では分かってるんだけど、やっぱり、その、自信がないっていうことはあるね。で、小説を書くときには、その、実は僕はあんましネタがれってないです。その、えー、まあもちろん、あの <coughs> 詰まるときあります。えっ、ー、と、これ、どういうふうに展開したらいいんだろうとかっていうときにさ、だいたいそういうときはさ、その、もう、あの、元のネタ組んでるときは別よ。えー、こう、ネタ組んでるときっていうのはさ、大元の、あの、メインにネタのネタ組んでるときっていうのはさ、それ、もう原稿書く前の、うん、段階なんだけど、 おもとのネタを組んでときはともかくさもう原稿書きに取り掛かってる時状態っていうのはもう登場人物もできてるし取材もあらがた終わってるしで大体こんな話でか話を組んでいこうかなでそれよりも大事なのはもうこのテーマで話をしようねでこのテーマだとこの登場人物ってどうやって反応するんだろうこうやって作り上げたキャラクターがこの事件に放り込まれた時に何を感じて何を思い で、どう行動するんだろうっていうようなところを, <coughs> を、まあ、切り取っていくんだけど、ね、そこでこう詰まるのが、例えば、じゃあ、この物語の謎、ここのシーンの謎って何とか、なぜこの人ってこ、このシーンって何で必要なのとか、えー、っと、これって、このシーン一応必要なんだけど、ね、 このシーンって次につなげるための設定事項だけど、これ説明ダラダラなげえよなとかっていうのは、まあそういうためらいはあります。だからそういう場合に、その、そういう場合はネタバれではなくて切り口の問題なので、であとネタバれとかってどうしようかなって思った時に、その、 いや、これ、ネタバレっていうよりも、要は切り口の問題ね、だよね、とかさ、えっ、ー、と、どこが問題ね、だよね、って、だいたいもう、こう、洗い出してやっていくので、で、その、どれ、どれもわかんないときには、もう、その、何も思いつかないとき、どうやっていいのかよくわかんないよなっていうときに、うん、とりあえず書いちゃおう。で、ね、とりあえず書いて、書き上げて、書いてるうちに、なんか切り口わかるから、えー、 帰っても、とにかく次に進む。やってるうちにさ、思いつくから。で、思いついたら、後で捨てりゃいいから。うん。っていう、まあ、そういう風ですね。だから、だからまあ、ネタ枯れっていうのは基本、ないです。うん。という風ですね。で、あとは、まあ、自分の持ってる、 自分自身の情熱っていうのをその作品の中にどういうふうに反映していくかとかそこら辺の問題があるので、ええ、っていうことはあります。で、そうやってみると、このポッドキャストでネタバれするのってのは、要はポッドキャストをやる上で、経験値、僕自身の経験値が低いんだよねっていう、まあそういうことは思う。 だから、こう、小説を書こうという人が、うんとネタが出てこないとかな、テーマが思いつかないとかっていう時には多分、たまあ、シンプルに、あなたの経験値が低いだけなので、まあ、それはどうにかなるよねって、まあ、そういう話になるわけだ。で、やっぱ、あの、こうしてやっぱ新しいことって、あの、新しいことをやってみると、いや、やっぱり大事だなってことは思うね、こうやってみるとね。 だから、その、こう、経験値が低いことと経験値がたくさんあることの大きな差って何だろうっていうと、まあ、小説の前だったら、まあ、とりあえず書いて後捨てようや。いいもう、あの、こう、別にまあ、無駄になっ、まあ、捨ててもそれは無駄になってない。あの <coughs> ただ頭の中で練り上がってないだから、だけだからっていうふうに、そういう割り切りができる。で、ポッドキャストでこう話をするときに、いきなりいい話ができると、思ってるよね。<laughs> こうやって行き詰まるっていうことは。小説の場合だと、いや、俺才能ないからさ、うん、あの、才能がないから、もう、こう、知恵がないから汗流そうと思うよね。<laughs> だからもういいものを書けない分とりあえずたくさん書いてで捨てれたくさん書いてたくさん捨てればさいいのが少しは残るだろうもうお、まあ、そういう,うやり方だよね銀行だってさ金行っていうのはその金の入ってる鉱石ねにしたってさ 1>, 1トンのな、うちに何グラムかありゃ OK っていうようなもんなんだからさ。まあ、そのことを思えば、まあ、小説でたくさん書いてたくさんしてるのって、まあ、大した手間じゃないよねっていう、うん、小説の場合はそう思う。で、ポッドキャストだと意外とそれができないっていうことを思うと、経験の差というのは、その、うん、まあ、えいや、 っていうことができにかず捨てられるあの捨てて OK って思えるかどうかの差だよねっていうことはもうねえまあどれだけ無駄働きができるかどうかというのがうんこうやって見るとやっぱりあの小説の話と通じるところがあるかな、ね、えというところで えー、この番組ではあ、皆様からのご意見、ご質問、お便り、お便りなどを募集しています。え <coughs> マシュマロという匿名の質問箱を用意しましたえ。概要欄にリンクを貼っておきましたのでえ、そこからアクセスしてください。えっと、お、それからそうそう。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。ネット受講で全国どこからでも受講可能です。えー、圧倒的デビュー、プロデビュー実績を誇る鈴木喜一郎小説講座。えっと、うん、これも受講の申し込みなどは 概要欄にアクセス、概要欄にリンクを貼ってきましたので、そちらからどうぞ。というところで、鈴木喜一郎サッカーラジオ、今日のところはそんなところで、ではではでは、失礼します。